騎手時代の松田松田博士は日本中央競馬会に所属していた元調教師、元騎手、佐賀県出身。騎手時代は障害の松田と呼ばれ、障害競争で通算150勝の中央競馬史上最多記録を樹立。調教師転校後は、それぞれ2007年、2010年の JRA 年度、代表馬に選出されたアドマイアムーンとブエナビスタ、 クラシック2冠ヒンバベが、その3区で、GI 競争7勝を挙げたアドマイアドンなど、数々の GI 優勝場を管理している。2006年2007年度、JRA 賞最多賞金獲得調教師、2007年度同優秀、技術調教師。愛称は、松パク。1946年、両親が、満州国から日本へ移る、途中の引き分け船の中で生まれ、 幼少期は、福岡県小倉市で過ごした。父、和洋部は、小倉競馬場で騎手、後に、佐賀競馬場で調教師として活動し、その影響を受けて、早くから騎手を志していた。中学校卒業後、東京都世田谷区の馬事公園騎手養成長期課程に入所。同期生には、菅原康夫、島田沙らがいる。2年次から、中山競馬場。 冷えた年をお9で研修に入ったが、冷えたの妻との折り合いが悪く、研修が終わった後に、京都競馬場の上田武志9者に移籍。1964年、上田9者から騎手としてデビューした。体重が重かったため、デビュー当初より、障害競争を中心に騎乗を続け、1965年5月、黒百合で半身大障害を制して、重傷初勝利を挙げる。 騎手時代から報酬の冠名で知られた有力場種、上田誠二郎の支援を受け、1972年には上田の所有場無定一で二つの障害重傷に勝利、翌1973年にも報酬立地で神戸新聞杯を制し、平地重傷初勝利も挙げた。以後長く障害の松田として鳴らしていたが、1978年より、 聖二郎の強い勧めで調教師免許試験を受験。1981年に3度目の受験で合格し、免許を取得。これに伴い騎士を引退した。通算戦37,188勝、内重症競争発症。1983年、滋賀県立東トレーニングセンターに自身の旧車を開業。同年4月23日、ボールドスミスで、 初勝利を挙げる。初年度からブルキングで半身障害ステークスを制し、長教師として重賞を初勝利。当初は騎手時代に勝てなかった障害の最高格競争、中山大障害制覇を目標として、障害競争に力を入れており、毎年のように障害の重賞を制した。1988年、聖次郎が創業した上田牧場出身場。 コスモドリームが優秀品馬を制し、GI 競争初制覇を果たす。以後平地競争での成績が目立ち始め、1993年にはベガで大歌賞オークスを制した。1999年には上田牧場の生産馬部前キャンドルで集歌賞を制覇し、調教師として史上4人目の品馬3冠を達成。これは、同場最後の GI 競争勝利となった。 上田牧場は2001年に廃業したが、松田は調教助手らが調教の際に着る調教服や、管理場がレースで着用する当落の額側のデザインに、上田聖二郎、上田牧場の勝負服飾と同じ、キクロ元禄を採用している。2001年からは、ベガの第三個であるアドマイアドンを管理し、地方交流も含めて7つの GI 競争を制覇。また、同時期には、 ダート GI 競争6勝を挙げたタイムパラドックスも管理し、両場で JBC クラシック5連覇を達成、同一 GI 競争の連勝記録を作った。ベガの子については、初語で日本ダービーを制したアドマイアベガ、第2子アドマイアボスと、バッシュ、コンドーリーチと親しい橋田みつるが管理していたが、 近藤がベガを育てた松田調教師にもこう管理してほしいと希望したことにより松田旧社へ入った経緯があった。これを契機に近藤からの予託が増え、2006年と2007年にはアドマイアムーナの活躍で年間最多賞金獲得調教師のタイトルを獲得した。2008年からはヒンバブエナビスタが活躍、2010年には 同馬の総獲得賞金が10億円を突破し、松田の管理馬として、アドマイアムーンに続く2頭目の10億円ホースとなった。管理下からの複数の10億円ホース排出は、池江アスローに続く史上を2人目の記録となった。またブエナビスタは、同年に品馬として、史上4頭目の年度代表馬に選出されている。2014年4月7日の第74回大歌唱で、 ハープスターが優勝した。同馬は同年10月15日のフランス外戦門章にも挑戦したが6着に終わった。同年12月6日の第50回禁車地傷でラストインパクトが優勝し2006年以来の JRA 重賞レース年間8勝を達成した。同年は年間49勝を挙げた。 引退の前日である2016年2月27日阪神10レースラブラバードで通算800勝を達成した。翌2月28日をもって定年のため調教師を引退した。中央競馬の生涯成績は7 1 8 0 0勝、重賞73勝。括弧内は松崎ジョー時の勝利重賞競争。太字は門下生。括弧内は 旧社所属機関と所属中の職分。2009年、京都競馬場内において、勝負服の盗難に遭う。後日インターネットオークションに出品されていたのを、松田が発見したことから被害が発覚。犯人は逮捕、起訴された。ありがとうございます。